大阪市立中央図書館は、大阪府大阪市西区にある公共図書館。24館からなる大阪市立図書館の中央館である。2019年10月1日より、辰巳商会中央図書館という愛称が付けられている。大阪市立図書館の中央館であり、地域図書館23館のセンター機能も果たす。自動車、文庫2台を所持している。 1996年会館の原稿館は日本図書館協会建築賞を受賞している。大阪市立図書館では貸し出した屋形以外での返却も可能である。館内にはオムリスの専用端末があり、全館の資料の検索ができる。電話による音声応答サービスでの貸し出し予約が可能。インターネットで資料検索や貸し出し予約も可能となっている。日本語。 英語、中国語、韓国語の4言語で作られたウェブサイトや数多くのデータベースが提供されていることなどが評価され、Library of イ,イヤー Year 2009の大賞を受賞した。さらに2017年には20年間継続されてきた地域資料のデジタルアーカイブ事業と将来に向けた取り組みが評価され、Library of イ,イヤー Year 2017の優秀賞を受賞した。 大阪市編纂所を併設している。図書館の南東の角には、江戸時代中期の日本の文人、文人画家、本蔵学者、蔵書家、コレクター、木村県阿指堂の邸宅跡地の石碑が建っている。大阪市立中央図書館は、ナクソスを利用した音楽配信サービスを提供している。クラシックを中心に100万曲以上である。 ストリーミング方式で楽曲のダウンロードやコピーはできない。大阪市立図書館設置パソコン及び自宅のパソコンで市立図書館ホームページへ利用者カード番号とパスワードを入力することで利用できる。利用料は無料。平成26年1月から提供が開始された。大阪市立図書館で所蔵している明治、大正期に撮影された写真や当時の絵はがき、 江戸時代の古文書等、大阪に関連する基調資料の画像をデジタルアーカイブとして公開している。1996年7月の新中央図書館、開館時に館内の専用端末でイメージ情報データベースの公開を開始。2001年5月の公式ウェブサイト開設の際にはインターネット公開を開始した。2014年のシステム再構築の機会に、 デジタルアーカイブとしてリニューアルし、蔵書検索画面との相互参照が可能になった。2017年3月、このうち著作権切れの資料を約6000点、画像数にして約13万枚をオープンデータとして提供開始。デジタルアーカイブのオープンデータ化は公共図書館としては日本初の取り組みである。大阪市の歴史に関する資料の収集や研究。 整理を行い、大阪市市や関連書籍を編纂する大阪市市編纂所も設けられている。第3教科書センターで、小中学校、高等学校用教科書を所蔵。ありがとうございます。